ちょんまげをつけられて味が分かったらもう何年なるんですか。18からなんで123、はい、23年4 3 4年。入門してから関取になるまでってどれぐらいかかったんですか。私入門してから3年ですね。18場所。早いですね。高校卒業で、卒業する前に入ったのかな。1月にももう前園を取ったので、通算で117場所。117、ほぼほぼ20年。そうですね、約20年ですね。史上1位タイ。いやすごい。ちなみにもう一人、海王関。海王関。すごい。すごい記録ですね。そもそも117場所現役でいる人もそんなにいないですからね。20年ね。そうですよね。そんだけ続ける人もなかなかいないのに。私はコメントの、じゃあ一人だけ質問答えましょうか。あ、一人だけ質問答えて。千代丸のお腹どうでした。それでいいですか。もったいなくないですね。じゃあその質問にしましょう。キャベツは今好きな女の子も出てきましたね。好きな女の子のタイプ。好きな女の子のタイプですか。はい、僕は、妻一筋です。ああ、すごいですね。私はこの辺で、じゃあ、質問一つだけど、あ、質問一つ、もう、もう、じゃあもう一個で、もう一つだけ、はい、お願いします。欲しがるね。お願いします。休日の過ごし方は。休日は、一人公園で、本を読みながら、コーヒーを飲み、プラプラして。本当のこと言ってもらったんですか。本当のことですか。まあ、公園散歩するぐらいですね、子供と。ああ、いいお父さんですね。はい、力士としても、お父さんとしても鏡ですね。さすがです。味が良かった金星、何個だったんですか。金星は8個かな。8個。鷹の花、武蔵丸、朝青龍、白鵬、鶴竜、はい、かな。朝青龍から、3つか4つ。すごい。まあ一応当たった横綱からは全部取ってると。ちょっとした自慢ですね。いやいや、すごいですね。その中で一番の金星が奥さんということで。あ、もうね。うまいっすね。野球コース。野球コースね。一番輝いてるのね。で、ここで今安治川親方がこちらの YouTube の方に来ていただきました。そして今日はチラシも持ってきていただきました。貼っといてくれますか、これ。貼っときます。貼っといて。はい。なんかどっか。これ、すっごい。これ、昨日忘れてた。本当にあるコード。QR コード。これ QR コード。わからん。本当に作ってき。これちょっと読み込めたんですかね。読み込めたみたいで。あ、本当ですか。あとこれはプレゼントに持ってきて、プレゼントしてくれ。あ、すみません。ありがとうございます。QR プレゼントいただきました。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと持ちますか。あ、持ちます。じゃあ、これじゃあ。ああ、いいなー。あ、もうサイン入れですね。サイン入りで。サイン入りでいただきました。じゃあ、この、これプレゼントして。これまたプレゼント企画のやつでいいですか。これもいいよ。はい。こちらで。こちら。これ仕事です。仕事ですね。これ、キーワードをいつも決めるんですけども。キーワードめちゃくちゃ長くていいの。全然大丈夫。もう全然めちゃくちゃ。そんな長いやつは。一文字も間違えたら。いや、そうですよね、ごめんなさい。めちゃめちゃちゃんと見なきゃ。めちゃ厳しいです。キーワードは。キーワードは。QR コードで。QR コード。QR コードっていうのがキーワードに書いて。QR は大文字でお願いします。QR は大文字です。よろしいですか。小文字はダメです。小文字はダメです。ちょっと、めくっていただいてもいいですか。よろしくお願いします。忘れ物が。たかたん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 たかで、あ、じらしますね、じらします。めくるかな、めくんないかな。はい、よろしくお願いします。こちらから、はい、断髪式ホームページに飛びますので、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。熊形の親方の LINE QR も貼ってくださいっていう。それはですね、明日作ってきて、明日作ってきて、俺も作ってきて、いや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 、ラインバンバンなるんじゃないですか、これ。やってますね。いやいや、もうそれいいですね。それ、いやいや、よくないでしょ、それは。今度書いておこう。いやいやいや、こんな感じ。こいつ本当に書くんでやめてください。本当に。今からなんか電話番号言いますとか言って、はい、自分の電話番号言うかなと思ったら、はい、俺の電話番号言い出して。ファンサービス。ファンサービスじゃないですか。勢いも地元ですからね。そうですね。
私はその青森なんで、このなんか地元で開催っていうのはなかったんですけど、はい、あ、そうですね、なんかすごい力になるでしょうね、はい、地元に帰ってきて相撲を取るっていうのは、ね、いや、それはあ、もうで名古屋場所っていうのはもう、いや、もろい地元ですもんね。いや、自分名古屋なんで。あ、名古屋でしたっけ。名古屋場所って結構あのやっぱ地元だから声援が、あ、結構ありました、ありがたいことに。でも名古屋、はい、全然勝てなくて期待に応えれない。その前の5月場所は大体大体良くて、番付上がってね、強い力士が当たることね。なるほどね。そうですね。もう違う方も青森とか巡業行ったら、うん、もうあれですか、もうすごい声援だったんじゃないですか。巡業はね、一応毎年やってたのかな、いろんなところで青森の中でやってたんで、はい、ありましたもんね。いいですよね、やっぱりたくさん声援してくれるし。そうですよね。でもあの巡業行くとみんなあの津軽弁で話しかけてくるんで、はい、あの巡業終わって、まあ、大体北海道行くじゃないですか、はい、その時にはもう津軽弁になってるっていう地元だと大体何喋るか分からないですね、うん、お相撲さんになってなかったら、あ、まあ、うちあの実家があの漁師やってまして、はいはい、子供の時から行ってましたので漁に、あ、漁やりたいなっていうのと、あ、はい、また家がそのあの、はい、旅館もしてまして、あ、朝は漁師、はい、夜は旅館経営、ビジネスマン、まあ、そういうこともな、やっぱ、ね、地元に残って何かしたかったなっていうことはありますかね。足が良かったのお父さん、あの足が良かったよりも大きいですからね、背、はい、私は、そうなんですか、めちゃめちゃでかくて185あります、めっちゃ 怖そうだから、怖そう、はい、話すとすごく、あの、まあ、何喋るとかちょっとつながるんだから、あの、あんまり分かんない、ちょっと、普通に悪口言ってます、悪口じゃないですよ、普通に今、今悪口じゃないですよ、津軽弁をディスっただけだね、いや、津軽弁ってやっぱ難しいから、なかなかっすね、ちゃんと青森の人は東京出てくると、はい、ゆっくり津軽弁話すの、だから結局聞き取れないっていうどっちみちゆっくりでも聞き取れないっていうですね、もう最近はね、バーって話して通訳っていうのを通訳させられる。やっぱ最初、うん、津軽弁出ましたか、スモーク入ってからも。青森が多かったんだね、うちの部屋は。青森出身の力士が多かったんで、やっぱまあ、あの地元の人たちと話すときは、やっぱちょっと出ちゃいましたね。まあ、自然となりますよね。うん、はい、帰ったときに、自分も熊本なんで、帰ったり話したりするのに、標準語で話したりすると、ちょっとね、ちょっとあの東京にかぶれたみたいな、そうですね、そういうふうに言われますね、うん、言われるんだ、はい、地元を捨てたとか、はい、言われます、友達に言われるんだよね、言われます、はい、地元捨てたとか、そんなこと言う、そんなこと言う、ちょっとあの津軽弁じゃなく言葉を話しただけで、もう、あ、変わったねみたいな、それは厳しいですね、東京に染まったみたいな、そんな遠い国に行っちゃった感じなんですね、まあしょうがないだろうって言いながらね今年大きく島田に、将棋も長いですよね。長いですね。長いことやってますね。あ、でもまだ36。まだ36ですか。まだまだ若手ですか。36は。あの私がアキレス腱切ったのが37なんでね。あ、まだ、すごいです。そっから、まあ、ちょっと自分個人的にあれなんですけど、よく心折れなかったですよね。なんかいけるかなっていう感じで。そんなに重く、なんか、あ、もうダメかなとかっていう感じではなかった。すごい、それがすごいですよね。まあ、精神力がですね、違いますよね、だって心折れちゃうような気がする、37歳で、ああもう俺がやめときかなとか思っちゃうだけど、あの、ね、今はね、あの最新の治療はね、いろんな治療があるんでね、あ、いろんな、あの怪我も治りやすく、医学の発展、休場したのは本当その切った場所と次の場所をまるまる休んだのかな、それで9月には出たので、その場所対決して負けましたね、そうなんですね、本当は形式切れてないぐらいのもうあのいつも変わらない痛そうだったけど、そうだった時やっぱりね、怪我してる人とやるから負けた、まあ負けれないっていうプレッシャーも逆にありませんでした、なんか負けたくないみたいな、負けたくないですね、負けたくないそうですね、気持ちになりますからね、怪我されてる方はもうもっとまあ大変ですからね、逆にあの怪我してる時はたまに調子よかったりしないですか、ちょっとなんかちょっと痛いとかあったほうがなんかもうよいしょ、もう稽古場全然勝てないので本場所行ったらやったら強いとかそうですね、そうですね、ほんと分かんないですもんね、分かんないですね、アキレス腱は切れてもう繋げるのかなつなげれますよ、手術室で、局所麻酔ですね、私は、はい、もう足にあの注射されるって、だからあの
こういうあのベッドに寝そべってそのまま切ってあの話しながらずっと手術で、はい、あここまで行っちゃったあの膝の方までそのアキレス腱をチンバチンと行っちゃったんで、もうそれからじゃ今から引っ張るねってこうグワーって引っ張るのを我慢しながら痛い痛い痛いって言いながら痛いですよ、やっぱこう引っ張られる感覚があるんで、もう嫌なあの痛みがあって、もう少しあの麻酔打ってくれって言って、はい、それ意識あるのも嫌っすね。そうだね、やっぱりその感覚見ながらやってたんで、もうグワーって引っ張って、あもう手術してる間あのずっとこううつ伏せになりながらなんか J-POP かかったんですよね、J-POP、うん、音楽かかって、序の口から見てますっていう声が聞こえますけど、 ありがとうございます。 ですね、でも入った時とかこういうアベマ TV とかなかったわけじゃないですか、そのテレビで見てもらうっていう機会なかったですよね。1時以降に撮れるようになってやっと 親が見れるとか、見れるようになるですよね。結構親方出世早かったからすぐあれじゃない。いやでもやっぱりあの BS の映ってる時間に撮れるっていうのはね、やっぱりこう、ね、私の青森の方でねあまりテレビ局もやってませんし、まあ一つしかやってないんでね、NHK だけでしょやってるの、青森は。いやもう本当ね、あの BS でね、あの田舎の人たちが見てくれるっていうのは本当嬉しかったですよ、そこに出れるっていう。あ、そうですね、一つなんかこのステータスじゃないですけど、うん、移れるようになったっていうんですね。出たいとなりましたね。ビデオでしたね、その頃まだまだビデオ、カセットテープさ、でビデオで何回も再生して見たりしましたよね、はい私も新十両があった時に個室もらって、はい、まず買ったのがテレビデオですね。テレビデオ、テレビにね、ついてるもう今はもうないけどね、ビデオがないですからね。あもうテレビデオでしたよ。あの若い人やっぱ個室もらって、うん、自分のテレビを好きなように見るっていうのはちょっとね、嬉しいですね。嬉しい、ま、それまではやっぱ大部屋で、そうですよね、やっぱ先輩でチャンネル権を持ってねリモコンも俺このテレビ見たいのに回し合いだったなかなかテレビ見れなくて、そうそう、今と違ってこう携帯で何か見るとかもないですね。ないですよね、携帯も持っちゃいけないっていう、三段目がそのぐらいまで上がっちゃう、上がるまで。私もそうでしたね、公衆電話に電話かけに行きましたよ。あありましたね。重量が20歳3年だった、21。いや親方が やられてる時自分もうテレビで見てたんですよテレビで見てる存在、ほんとそうですよ。入門してたんじゃないの。いや入ってない。なんですごいあのこうやって一緒にですね、YouTube にこうやって出させていただくのが本当嬉しいです。ありがとうございます。ハグは外れてたんで。ハグは脇甘いって。周りに審判に親方の方、同じ部屋の師匠だったりいらっしゃると。そのままだとね、あの、はい、僕初めはあまりこう見ないようにしてたんですけど、はい、もうあのね最後の方というか結構年いってからは困ったしちゃった時とかも。結構みんなこう謝ってるんでね、はい、ああいう時はなんかあっちが悪いんだよね親方みたいな感じで私が親方しかできないみたいな感じで、あっちが悪いそうそうねみたいななんかこう一つ気合が入るというか、ああまりいい方にはありますね。やっぱりしっかり気合入れていこうという気持ちになりますし、まだあの審判長はねこっちにあの正面の方に座ってますけど、はいはいはい、まだあのいろんなところに座ってたので仕切って目の前にいたりするときは、ね、東側の持って西側にいたら仕切ってこう相手がこう立った瞬間に親方の顔が見えるときはちょっとちょっとスタジオも行くときはある、ね、はい、あの対戦相手とかはやっぱ考えてしまって明日はこの相手だからこうしようとかって、あの初めはねそのテレビデオのときはよくあのビデオ見たりしてたんですけど、まあその中間というかその上位とやるときは、はい、まあ付き人に考えておいてみたいな、明日どこ気をつけるかちょっと考えておいてみたいな。やっぱその作戦参謀みたいなのいたんですね付き人で、まあ、長い付き人がいたんでずっとついてる、あのねあのポイントポイントここだけ気をつけるみたいな、まあその大体頭入ってるんですけど、まあ確認じゃないですけどね、再確認というか、うん、まあ右刺さないようにとかそういう細かいことだけ、やっぱそういう付き人って大事ですよね、やっぱりこう支えてくれる、うん、そうですね、本当、力貸してくれてるんでね、もうそのためにねしっかり頑張ろうっていう気になって一緒にね本当やってきたっていうのはありますね。あります。僕もこの前喋ったんですけど、はい、その一場所だけ
ね、ずっとついた付き人が外れた時に、はい、大好きな彼女を奪われたけど、なんか分かんないですよ、そんな気分なんだけど、もしそのいつも言ってくれる、分かってますしね、関取のことを、何でもね、はい、気にしちゃってくれる彼女が、はい、もう付き人彼女と言いましたけど、すみません、電源切るの分かりました。ビジネスこんなも、はい、生ですからすみません、はい、味が分かったの断髪式ぜひともお越しください。よろしくお願いします。ありがとうございます。いやどうでもいいです。毎日こうやって来ていただいてありがとうございます。いやいや、ぜひ皆さんね、そうですね、たくさんの方にね、来ていただいて、盛大にやりたいと思うので、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。